ました。4回目来ました。よし、4回目。早い、迫ってますね。いやもう、ラストですかね。マジっすか。マジっすか。中に5階からなんですよね。半分ですね。ちょうど半分。お、元気です。しんどいっすね。敷地。来ましたね、サウナ。敷地。すごい今8時21分ですね。50分ぐらい。まあまあですね。サスケラスが来てるんで、ええ、すごい早い。まさか。どういうこと？違うルートで下ってきたの。どっかで行き違っちゃったかな。一番は山岳資産。なるほど。これで写真撮ってみます。ついてれば。あざっす。おお。お疲れ様です。ちょうど。よいしょ。よし、2回目着きました。あ、こっちです。皆さん、今日大会参加していただいていかがでしょうか。いや、思ったより登りがしんどいです。楽しんでいただけましたでしょうか。いただけましたでしょうか。今まだ楽しいのか苦しいのか、気持ち的には半々でやっております。これから多分楽しさが勝ってくると思います。ありがとうございます。早すぎる。今から登るのに3回目ですね。すごい。はい。あれ元気になってんじゃん。お、リコいちゃいました。なんか。まずなんか。あら、登ってきた。三回目。3トレースでしょ。3トレース。それぐらいがちょうどいいって。今そうですね。三位で今上位3名ですね。お疲れ様。よいしょ。3回目。おお、9時、9時10分、2回目ご覧いただきます。はい、あ、石川さん、すごい、790。これ290です。290、すごい。これ何回から載せられるんですか。30回超えるとお願いすると札作ってくれる。作ってくれるんですか。へえ。よし。よし。いきなりトレラン。トレラン。うん。グレートレース見て感化されて。おお。NHK ですね。NHK ですね。ごめんなさい。いやいいですね。グレートレース見て感化されて。あ。でその時も走るに。はい、それでもランニングのシューズがあったのかな、一応、うん、ランニングのシューズできて走ってたんだけど、何回か目に来た時に、もう剥がれちゃいましたもんね、普通のランニングシューズって。あ、ランニングシューズに登ってったら、うんうん、あ、やっぱトレランシューズ買わないとダメなんだと思って、初めてサロモンかなんか買ったかな。はいはいはい、うん、もう来たよ。あれ、もう来たよ。あれおかしいね。おかしくないですか。おかしいぞ。どうなってあれおかしくない。前半だけ、これまだ2時間経ってないんだよな。もう来た。やば。まだ2時間。まだ半分。おひめ。なんか。早い。曽根さんと差が詰まってるんですか。
そうだよね。あ、違います。変身あれでよ、もう体明日動かないよ。先生、医者料請求するでな。練習に。ちょうど半分ですね。ちょうど半分。元気です。元気になってきた。足取りが軽くなってますね。警戒。3回目。3回目。よし。よいしょ。よし、9時59分。3回目。おはようございます。よし。ちょっと離れちゃいました。ちょっと違います。ちょっと。よし。トイレ行っておいで。ほな行きます。はいしゃー。4週目行きます。4週目9時59分あーす。ありがとうございます。よいしょ、ファイトファイト。早いナイスランです。ナイスです。ナイスランです。どうもどうも。よーし、いやもう後ろ来てる、はい、あ、来てる。迫ってきて早い、迫ってますね。詰まってます、はい、もうちょい、ナイスさん、早い、しんどいですね。竹内さんと離れて、1位、2位、3位が、周囲で爆走してますね。4番目の方がもうすぐすれ違うかな。今5番手ぐらいですかね。もう、よし。今のが4番目、曽根さんですかね。おしゃ、神社来ましたね。よし。4回目来ました。ただし、4回目。右テラスがあって、こっちがね、すいません、こっちだ、こっちだ。いやもう、ラストですかね。いやいや、この景色がすごい。よいしょ、お疲れ様です。よいしょ、これがどこに置けないし、多分駐車場のバナナいただきます。ちょこちょこみんな噂に、あのオレンジの人たちは何ですか。何なんですかっていう。何やってるんですかっていう。話をした中の人にはあの変態の人たちがいるんで気をつけてください。保身してくるんで気をつけてください。もう一回行けるか行けないかも。あとさ45分なんですよ。足が残ってれば。相当きついですね。でもじゃあ途中まで行ってきます。お気をつけて。よし、行きます。10時48分もう一回行けるのかな、わかんねえや。とりあえず行ってみましょう。あと40分ですね。4回降りてきて5回目、今 18.5 キロ、1577m です。こんにちは。時間は今3時間20分ぐらいですね。いやー、なんか何回登ったかもわけわかんなくなってきますけども、なんかだんだん楽しくなってきますね。最初しんどいかなと思ったけど、だんだん楽しさが上回ってきてます。行ってみましょう。ここから急登始
まりますね。ハイキングコース。それかもう4回やりましたもんね。4回やりました。その時間が分かればそれでいいと思います。それから行ってもいいですよ。じゃあ11時半に戻ってくるように、はい、行ってきます。よっしゃ。エース、エース、エース。マジっすか。マジっすか。食らって今足パンパンなんで、こう割です。割れます。こう割れない。おかしい、おかしい。なんか5回行かれたんですよね。僕今4回行って5回目途中までできます。全体だ。お疲れ様です。今日はなんか4時間で何往復できるかっていうのを。4時間。はい。今、ね、まあ4回目、5回目です、これ、もうこれで終わりだ。行けるとこまで行ってみようかなって。あっしゃ、あっしゃ、ナイスランです。まだ行ってます。いや、もう途中で戻ってきます。行けるとこまで行ってみますね。はい、ありがとうございます。ああ、お疲れ様です。すごい、5往復ですか。さすがです。素晴らしい。内臓きちゃって。お疲れした。お疲れした。行くか。20分かけて降りる。あー、お疲れ様です。すごい、まだ行くんですか。いや、もう素晴らしい。これで、いや、もうこれでご一緒時間戻れますもん。11時半に帰ってきておいてはやらんで、あと30分くらいじゃない。30分、いや、もうちょっと、じゃあまさかこんなにきついあのレースになるとは思わなかった。いや、上り坂があるっていうのは聞いてたんですよ、ただこういうところをね、こういうところをこうずっと登って、また下ると思ってたんですよ、まさかあんなあの狭いところをね取れるなみたいな、はいはい、あんな風なことは聞いてなかったな。はい、降りてきた。最後、ありがとうございました。ご迷惑おかけしました。私ご当したってことか。いや、いけませんでした。いや、途中で付き合ってもらいます。途中でキャンさん、ご当した。私はちゃんと。おー、すごい。やったー。どうでした。みんな、武器ゴールいる。お疲れ様です。5行かれて、5行かれて、すごい。いや、全然ないね。大社長、優勝、三月期殿、天畠耐久です実行委員会、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。よっよっ。はい、すごい、すごい、すごい、輝いてますね、輝いてる。すごい、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 ベスト3。あ、ベスト3よ。あ、そうだね。何回登られました。今日はね、五島できましたよ。普段ここはよく行かれる。たまにいや、来ますけど、トムの会って、天ヶ岳トムの会って入ってて、イベントとかであるそう来てます。この鬼とかに鬼とか登ってますので、皆さん、天ヶ岳にも来てください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。終わってみて、今どうですか。いや、楽しかったですね。楽しかったですね。こんだけみんなでワイワイ走れ て、スタート時点はね、いろいろあって、はい、まあ楽しくみんなでね、のんびりっていう方もいましたとか、はい、楽しくできてよかったなと思います、ね、走ることの楽しさというか、ね、よかったかなと、開催して思っております。天気も無事、天気も良かったですね。良かったですね、それ以外で、今回の大会、じゃあまあ大成功ということで、大成功ということで、この人数でしたけど大成功ということでよろしいですかね。、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。素晴らしい。お疲れ様でした。今日は掛川泡ヶ岳の、耐久4時間耐久トレイルランニングのレースに、お邪魔させてもらいました。5時間で、
4往復5往復目に入るところで終了という形でした。 24.13 キロ、獲得標高は 1528m でした。3時間、まあ、4時間近くですね。いやー結構しんどかったです。でもなんかこういう地元ローカルの大会はとても、楽しい感じでやれました。お疲れ様でした。これから敷地に向かいます。サウナ行きます。到着しました。サウナの敷地に着きましたね。来ましたね、サウナの敷地聖地ですね。ここ行ってちょっとリカバリーしていきたいと思います。せっかく静岡に来たんで、こちらサウナ敷地さんですね、1年ぶり2度目の2度目になります。お邪魔してきました。やっぱりここすごいですね。最初来た時薬草サウナめちゃくちゃすげえなと思ってましたけれども、今日来たらあれこんなもんだったっけってちょっと拍子抜けだった気がしたんですが、時間が経つにつれてどん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 暑くなっていって、最後の方はもうめちゃくちゃ暑かったです。激暑でした。そんでせっかくなんでこちらバスタオルキーホルダー、なんか敷地キーホルダーを買ってしまいました。いやまあちょっと今日いろいろ盛りだくさんでしたけれども、とりあえずこれから家に帰りたいと思います。以上です。今日はこれで終わります。お疲れ様でした。ありがとうございます。もしよろしければ、チャンネル登録、いいねコメントよろしくお願いいたします。ありがとうございます。お疲れ様でした。また来週。